東京21歳野中美穂です。今シーズンはボルダリンジャパンカップ、さらにはスピードジャパンカップの2冠に輝いています。目指すはもちろん3冠上です。ここ最近の、まあ、はい、今年に入ってからね、負けなしというわけですから、はい、調子を聞くのもおかしいかなとは思うんですが、絶好調ですよね。そうですね、やはり昨年よりも、総合力は、上がってますね、はい、本当にボルダリングの開幕も待ちきれないっていう方にも言ってるぐらい、とにかくモチベーションもありますし、調子も上がってきてますね、はい、昨年のワールドカップボルダリング年間総合女王に輝いた野中美穂、ただもうボルダリングだけではありません。スピードもさらにはこのリードもめきめきと力をつけています。まあ、具体的にこのリードにおける野中美穂の魅力どこでしょうか。そうですね、やはりボルダリングでの安定感、突破力と、ムーブ力の幅ですよね。ムーブの幅をしっかり出せるっていうのは、はい、リードの、課題の中でも生きてきますよね、そういう意味ではこういう強肩者っていうのはムーブの、オブザベーションした後の、予測が大事になってきますね、はい、ムーブの選択ですね。頑張れ頑張れ、おっとここで剥がれました。おっと危ない、大丈夫か。野中美穂高度は27、そして今、CG でご覧いただいています。あの円で囲まれている部分が野中美穂のポイントということ で、ね、これが暫定トップのポイントになります。楽しみな若手が出てきました。準決勝は7位通過35プラスという高度でした。埼玉の13歳小池花です。昨年のリードの日本選手権では若干12歳でファイナル進出、初出場の今大会でもファイナル進出を果たしています。いや本当にもう伸び盛りですね。伸び盛りですね。ペースとしてはどうでしょうか。そうですね、非常に落ち着いていますし、はい、いいペースで、ね、進んでますね。やはりそのボルダリングで見せる小池花、リードで見せる小池花というのは何かこう違った良さが出てるんでしょうか。そうですね、どちらかというとこうボルダリングもリードも、小池選手の、粘り強さだったりだとか、こう頑張っていっていって止めていくようなスタイルっていうのはすごく魅力ですよね。あっと、ここでまさかの落下となりました小池花。思い切りよくいったんですけれども、ちょっと左手のホールド自体が右に体を、動かしたときに外れやすいホールドで、ちょっと距離がね、出なかったですよね。続いては準決勝6位通過36プラスというコードでした。奈良の15歳谷井夏希です。昨年の世界ユース、ユース B ボルダリングとリードの2冠です。さあそして野中美穂のポイントに今手がかかりました。ここからですね、ここからの動きをどうするか、はい、足をかけるのか、かけましたね。ヒールですね、ヒール。あーでも通った、ちょっと迷っている、迷った挙句、おー残しましたね。ヒールにしてここで暫定トップに立ちました、ね、安定感が出ましたね。谷井夏希が暫定トップ。キャンパシングからこれはまだ全然余裕があります。さあ指の持久力はどうだ、まだ余裕があります。残り時間はまもなく2分になります。谷井夏希、ですね、頑張れ。あっと、まさかさま、両手で顔を覆いました谷井敦樹。あっと今感情を抑えることができません。いや、野中選手がねフォールしてしまったところからよく超えたと思うんですけど、はい、やはりその後もパワフルな動きが次々きますね。非常に男性的な体の強さも試される課題になってますね。そして続いての登場は準決勝は5位通過、ここから完登者が出てきます。大阪の15歳身長165センチ、中川龍です。うまく効かせましたね、はい、さあどうだ、どうだ、あまだ余裕がありそうです。しっかりと両手で保持しながら、そうですね、右手を上げてこないといけない、はい、現在暫定2位中川龍。お、いいよいいよ、うまい。
会場が少しどよめいた。おお強いぞ。あった、あ超えましたね。はい、超えた超えた。今中川龍が暫定トップに立ちました。谷井夏樹を超えて、さあどこまで行く、どこだ、粘れ粘れ、おお粘る、どうだ、ちょっと体が沈んできたか。ここで落下ですけれども、中川龍31プラス暫定トップ。いや頑張りましたね、初めての決勝進出でね、ここであと一歩体の引き上げがね、足りなかったですけれども、ここまで来たのが本当に素晴らしいトライでしたね。そうでしたね。いや谷井夏樹を超えて、見事に暫定トップに立ったこちら中川龍です。まずは準決勝4位通過、こちらも準決勝は関東三重の20歳、田島愛香です。どうだ、届くか、届いた。ここで田島愛香が暫定トップ。いや、やはりルートが読めてますよね、はい、この競技者でもやはりこう迷いがないですよね、もうやることが集中できます。いや、ここはすごい。さあこの後はどういくか、この体勢から伊藤さんどういけばいいでしょうか。いや、これ外引きで今取っている状況で、いや、ここで落ち着いて戻るのがすごい、はい、戻れるか、頑張れ、どうだ、そーっと腹筋も使う、背筋も使う、いや戻りましたけれども、暫定トップは間違いなし、32という高度、笑顔で降りてきました。何度か戻ってしまったんで、はい、どこかのタイミングでもう先に動きたかったですよね、ただ全体の内容としては非常に健闘したと思いますね。準決勝3位通過、こちらも関東でした、茨城の15歳、森愛です。昨年はリード日本選手権でも優勝を遂げたばかりです。そうですね、かかりのいいホールドは続くんですけど、やはり動かせず動いていかないといけない、はい、あ、これはガッチリとヒールしてね、うまいですよ、うまいですよ、引っかかって、そして手を伸ばして右手、おお、何か動きが激しいんですけれども、まあ、迷いはないですね、はい、ここまであの一個一個の動きは早いですね、選択は早いですよ、いいですよ。中川龍の地点が近づいてきています。その先に田島愛香です。いいですね、まだ体も生きてますよ、はい、どうだ、どうだ、強い、かかりました、ここからもう進んでいきたい、いいですね、そうそうそう、上げていきたい、暫定2位で勝ちました、いいこれで暫定トップだ、33、暫定トップ、さあどこまで行く、高度を上げる、残り時間は間もなく2分、いいですよ、はい、まだ残ってるの、これは、おお、左手もかかった、いやラスト行ってしっかり、まずはそこまで距離を出していきたい、おお、いいぞ、がっちりと保持、まだ体生きてますね、いいですよ、慎重に着実に、ただ表情はやや苦しそう、いや、いけるいける、大きく息を吐いて、いけるぞ、右もかかった、さあ、あと1点、完全に1個ありますね、完全にある、完全にある。